写真拡大。ソフトバンク対日本ハム20回戦、ヤフオクドームが12日に行われ、日本ハムが3対6で敗れて6連敗を喫し、自力優勝の可能性が消滅した。先発の吉川光夫投手、31が1回1死2塁で内川聖一内野手、37に先制の左前的自打、続くデスパイネ外野手、33に右越え28号ツーランを浴びて3点を奪われた。打線は5回無失で横尾俊太内野手、26が中越え2号ソロ。一方のソフトバンクは8回1死1、2塁でデスパイネが左越え29号スリーランを放った。日本ハムは9回2死1、3塁で近藤の中前的自打、続く中田翔内野手、30の左前的自打で2点を返した。なおも2死満塁としたが、代打の谷口優也外野手、27が空振り三振に倒れた。日本ハムの6連敗は6月21日の中日戦、名古屋ドームから30日のソフトバンク戦、札幌まで6連敗した時以来。首位ソフトバンクとの直接対決で3連敗。